リカード・エン・フォルスはスウェーデンのモデル、スタイリスト、元ドラッグクイーンである。彼のキャリアは1996年にスウェーデンのドラッググループアフターダークのアーティストとして始まり、すぐにクライスター・リンガウズ皇太子に任命され、スウェーデンで最も美しい女の子としても知られていた。彼は王族のために演奏し、彼の芸術的努力に対して賞を受賞し、 スウェーデンで最も愛されている多くの芸術家と舞台を共有した。彼は2003年のシングルパスシーズオンマイテナイフのミュージックビデオで女性のリードシンガーを務めている。2004年、スウェーデンのファッションハウスパーノス・エンポリオは水着シリーズのハウスモデルとしてリキャルドを起用した。これは非常に多くの論争を引き起こし、アレカと呼ばれるギリシャのモデルを使用して、 再撮影された。エンファーズは、レディーフォームという曲でメロディーフェスティバル2005に参加した、スカンジナビアのドラッグアーティスト、ありがとうございます。